どうもどうもどうも、大島ちゃんです。今日は福井出店3号店のマックスバリュー鯖江上川端店にやってきました。マックスバリューの福井県、出店3号店ですけど、今から店内入ってお買い物をしようと思います。このマックスバリューは、ホームセンター三つ輪があった場所に、新しく、店舗ができました。このマックスバリューとウェルシア薬局、この2つが併設した、店舗なんですけど、だいたいこのマックスバリューの、店舗で235坪ぐらいですかね。であとまた230坪ぐらいが、ウェルシア薬局、半分半分ですかね、この建物の。ウェルシア薬局とこのマックスバリューの店は、鶴ヶ店も、オープンしてるみたいですけど、この鯖江上川端店のマックスバリューはちょっと、竹譜と大野のマックスバリューと比べると、若干ちょっと店は小さいですね。福井県に出店したマックスバリューは、大野店、竹譜店、そしてこの鯖江上川端店、それと鶴ヶの店舗、でもうすぐ、オープンするとは思うんですけど、福井市の期待をついてんですね。これによって、マックスバリューが福井県には5店舗、できるということですよね。このマックスバリュー鯖江上川端店は、ウェルシア薬局と、しついてることで、だいたいそうですね、敷地面積が、500坪近くはあると思うんですよね。これぐらいの大きさの、ウェルシアとマックスバリューは、今のところここが一番だと思うんですけど、マックスバリューだけに、してみりゃ敷地面積は、さほど、230坪ぐらいですから、さほど大きくはないんですけど、こうやって商品を見て回ったんですけど、それなりに、お惣菜とか弁当とか、肉とか野菜とか、そういったものは、商品置いてありますよね。これぐらいの商品があればもう十分ですけど、この惣菜とか弁当とか、こういったとこ見ると、大野店とか、竹譜店とはそんな変わりはないですね。ただパンの種類はあんまり置いてはなかったですよね。それでもここにマックスバリューができたということで、ここら辺の、近所の人たちはやはりお買い物をするのには本当に便利になったと思いますよね。ちょっと離れたところにはヘイワードの、アルプラザ、それもあるんですけど、ここちょっと場所的にはスーパーがちょっと少ないんで、ここに出店したことによって、お客さんが結構来るんではないかと思われますよね。この近くもうちょっと離れてるんですけど、そこにも元気があるんですけど、その元気はちょっと大きめの元気が平和堂のアルプラザの横にあるんですけど、それと比べるとどうですかね。元気もやっぱお惣菜とかそういったものは置いてるんですけど、希望的にはやっぱマックスバリューのがスーパーマーケットなんで、やっぱお買い物をするにはこっちのウェルシア&、マックスバリューの店、こっちの方にやっぱお客さんは来るんではないでしょうかね。ちょっとここの場所は、ちょっと周り何もないんで、ちょっと利便性には欠けるかもしれないんですけど、それでもやはり業界ナンバーワンのマックスバリューがこの店を出したということで、それだけでも やはり近隣住民の人は、お買い物に、来るんではないでしょうか。この併設されているウェルシア薬局も今ちょっとこうやって歩いて、商品を見て回ったんですけど、丸岡にあるウェルシアとか他のウェルシアと比べると結構商品の数はここの方が多いですよね。電化製品も置いてあるし、あと日用品で使うような、収納クローゼット、こういった、ホームセンターにあるような商品も置いてあるし、この薬局でありながらスーパーマーケットもあり、ホームセンターで、売っているようなカー用品とか、日用品も置いてあり、
まさにコンビニみたいな、お店ですよね。まあ、こういった店は本当に利便性が高くて、本当に便利なお店ですよね。まあ、こういった携帯の店はこの薬局同士の、競争だけではなくて、まあ、コンビニも、視野に入れたような店になってますよね。まあ、これによって近くのコンビニも、影響が出るとは思いますけど、まあ、これからはこの薬局とスーパーマーケット、あとホームセンターみたいな商品を置く、こういった店が、どの店も、こういう携帯で出して、出店してくるんではないでしょうかね。まあ、それによってもうこんないろんなコンビニもそうですけど、酒屋さんもそうですけど、ホームセンターもこれもうみんな、ライバルになりますよね。これによっても競争はますます激しくなってくるでしょう。まあ、イオンがこの福井にも、結構出店構成をかけて店を出してるんで、まあ、この福井にある、スーパーマーケットも、だいぶ警戒は、してるでしょうね。まあ、こうやって福井の方にイオンが店を出すことによって、まあ、僕はいつも思ってるんですけど、このイオンモールが、まあ、まだだいぶ先になるかもしれないんですけど、このイオンモールが、福井のいずれできるんではないでしょうかね。まあ、それは期待してますけど、まあ、もし出店されるとなると、まあ、安崎とか、ヘイワードとかエルパのユニーとか、まあ、そういったお店はまあ大変でしょうけど、まあ、本当にイオンモールが、できてほしいですよね。まあ、ということで今日は、トップバリューのカップラーメンと、あとまたおにぎりですね、トップバリューのおにぎりを、購入しました。まあ、トップバリューの商品はミニストップ行くと結構置いてあるんですけど、これ美味しいですよね。まあ、このウェルシアとマックスバリューの店は、まあ、福井に5店舗、できるということで、まあ、あと期待したいのはこのマックスバリューのもっと大きいお店ですね。この大きい店が、福井市内でもいいんで出店してもらいたいですよね。まあ、それによって、またイオンの、福井での知名度はだいぶ上がるとは思うんですよね。まあ、イオンを知らない人は福井でもいないとは思うんですけど、今まで福井にはこのイオンの系列の店がなかったので、まあ、こうやっていっぱい今から、イオン系列の店イオンが出店されることによって、このイオンマックスバリューの商品の素晴らしさが、福井県民に分かると思いますよね。ということでイオンさん、イオンモール出店福井にお願いします。